なんでうまくいかないんだろう。クビ、クビって言われた。カロル、元気出してください。もう元気出ないよ。何の言葉が胸に痛い。危ないから入ってくるなって心配してくれてたんだ。希望の光はあるんじゃねえの。え、そうかな。って別に僕は何のことはどうでもよくて。問題はギルドの方ってことだろ。そんなの分かってるよ。そう、何のことは全然関係ないから。見てらんないわ。私カロルを応援します。何のブラスティア。ちょっとベタベタ触らないで。なるほどね。ちょっと変わってるけど、キニスブラスティアの一種みたい。軌道はと、あれ、どうした。軌道のためのスイッチがないの。コアはちゃんとあるし、コアの脱着で何とかするタイプでもないみたい。どこか別のところに軌道スイッチがあるんでしょうか。そうね、これの他にも同じブラスティアがこの町に設置されてるとしたら、それを一括して管理する装置があってもおかしくないわ。なんだ、じゃあ動かせねえんだな。残念。え、何が残念なの。いや、直感的になんか面白そうだなと思って。ブラスティアはおもちゃじゃないの。その管理してる装置を探し出せばいいんじゃないですか。そうね、見つかりゃいいけどな。行き止まりですね。引き返すか、あるいは。待って、調べるから。あれ、鍵穴も何もないな。どれどれ。ユーリ、素人には無理だよ、この手の扉は。あれ、カロル先生の手を煩わせる代物じゃなかったな。そうだね。ほんとバカっぽい。さ、行こうよ。足突っ込んだらガバッと食いつかれたりしてな。平気みたいだな。入るか。何、僕実験台。何の装置。ベタベタ触らないってって何度言えばわかるの。上にあったキネスブラスティアの起動スイッチとやらっぽいな。何も起こりませんね。エアルが足りないのよ。エアルがね、シャイコス遺跡でもらったあのリングでなんとかなんねえか。ソーサラーリングね。もうわかんないけど、でも試してみる価値くらいはあるかもね。ここ本当に地震で滅びたんでしょうか。建物の感じとか少し違う気がしますけど。ああ、俺も同じこと思ってた。別に揺れで家が崩れた様子もないし、ちょっとおかしいな。え、じゃあなんで滅びたの。さあな、昔ここに住んでたやつにでも聞きゃわかるんだろうけど。別に私らの目的には関係ないからどうでもいいんじゃないの。まあそうなんだかな。動いた。これで上のキネスブラスティアも使えるかもしれませんね。行ってみようぜ。曲がりの剣とは主に何をするギルドなんです？
その名の通り魔物狩りを生業にしてるんだ。ま、結界の外に出るときには魔物がどうしても邪魔だからな。商売は繁盛してそうだな。うん、依頼も確かにたくさん受けるよ。でも曲がりの剣は依頼があるから魔物を倒してるんじゃない。魔物は悪だから、その悪を打つ、それが曲がりの剣の信念なんだ。そりゃまた魔物になんか恨みでもあるのかね。うん、そういう人が集まってるのは事実だよ。何も子供の頃に目の前で両親を殺されてるから。なるほどね。そりゃ魔物が憎くもなるわな。お、やっぱり動いてるぜ。やっぱりあれが起動装置だったんですね。じゃあ早速。慌てないで。シャイコス遺跡のブラスティアと同じコアにエアールを充填しないと動作はしないわ。ソーサラーリングだな。そう。じゃあなさそうだな。あれが曲がりの剣だよ。あの人デイドントリデで見かけた人ですよ。お、そういや見たな。なるほど、あいつがお前んとこのリーダーか。一人でやろうってのか。何よあいつ。とどめの一発か。あれは
フェイタルストライクだよ。フェイタルストライク、熟練した剣の使い手なら使えるスゴ技だよ。うん、どうやるんだ。どうやるって僕は分かんないよ。相手にうまく攻撃を加えることで敵の体勢を崩して、その隙に術技を打ち込んだ後、相手にとどめの一発を打ち込む戦闘技術のことです。それも前に本で読んだ知識。まあなるほどね。言うは安いがナスはガタシって感じだな。あんた本当は戻りたいんでしょ。そんなの。ん？カロル戻ってしまうんです？戻んないよ。魔物狩りには飽きたからね。戻らないじゃなくて戻れないんでしょ。クビって言われてたし。違うよ。もともと出ていくつもりだったんだから。そう、まいいんじゃない。だからみんなと行くよ。じゃあ改めてよろしくお願いします、カロル。それにしてもあいつらあんな大所帯で何する気なんだ。さっきの魔物が目的なら一人で十分ですもんね。こんな人数が集まるの今までに一度もなかったよ。そうなんです。うん、みんな群れたがらないから。オスたちがいるなんて相当のことなんじゃ。ますますうさんくさい。あとつけてみる。いや、それも楽しそうだけど、ここは先に行く。ユーリが探してるのはブラッドアライアンスの方ですもんね。ああ、あいつらとことを構える必要はないんでな。さっきのやってみるか。さっきのって何です？フェイタルストライクってやつ。そんな簡単にできるものでしょうか？やってみないと分かんねえだろう。どうやってだっけ？最初は相手の体勢を崩すような攻撃をしていくんですけど。よし。ユーリ。そうだ。見えたぜ。見えたって何が？一点突破の敵の隙ってやつだよ。まあちょっとしたコツは必要だけど、そう難しいもんでもないぜ。俺のやつ見てるうちにみんなもできるようになるんじゃないか。さあ行くぞ。爽快だな。ユーリすごいです。Thank you.
聞きそびれてたんだが。私ですか？どうしてトリム校で帝都に引き返さなかったんだ？どうしてって。そっか、エステルはフレに狙われてるって伝えたかったんだもんね。ああ、あの時点でお前の旅は終わったはずだろ。それは、その。ねえ、そういえば結局フレンって誰に狙われてたの？そこまでは。ラゴーじゃないの？え、あの悪党？ヨーデルはラゴーの船にいた。ヨーデルは皇族ってやつだ。だから本当はフレンの任務はヨーデルを探すことだったんじゃねえかなってことさ。なんで同じ帝国のお偉いさん同士がそんなことになってんのかは知らねえけどな。ごめんなさい、私にもよくわかりません。ま、いいさ。それよりエステルの話だ。戻らなくていいんだな。そうですね。私、トリム校からそのまま勢いでついてきてしまいました。多分私、もう少しみんなと旅を続けたかったんだと思います。だから、それにブラスティアの子はまだ取り戻してませんし。それはそうだけど、それは俺の目的だよな。ダメでしょうか？じゃあ、まあ、ついてくるといいさ。ありがとうございます。